ハイフィデリティは2020年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。1995年のニック・ホーンビーの小説、ハイフィデリティを原作とするロマンティックコメディでレコードショップの女性オーナーのロブの恋愛を描く。出演はゾーイ・クラビッツ、ジェイ・クレイシー、ダバイン、ジョイ・ランドルフなど。アメリカでは2020年2月14日にフールーオリジナル作品として配信された。 日本ではフールからは配信されず、2020年9月に、スターズプレイから、日本語字幕、吹き替え版が配信された。番組は評価から高く評価されたものの、1シーズンのみで打ち切りとなった。レコードショップの女性オーナーロブは、恋愛がうまくいっていない。ロブは、過去の恋愛、失恋トップ5を振り返り、自分の気持ちを整理しようと試みる。ハ、は、イ、い、フィデリティの主要キャスト。 上段左から増クラビッツ、J. クレイシー。2018年4月5日、ディズニーが2000年の映画、ハイフィデリティのテレビシリーズ化を進めていると報じられた。9月24日、ディズニーは全10話のシーズン1を発注したことを発表した。2019年4月9日、本作がディズニープラスからフールーに移ったことが発表された。 2019年7月頃からブルックリンで撮影が開始された。2020年8月5日、フールはシーズン1での打ち切りを発表した。本作は批評家から高い評価を受けている。批評集積サイトの6点トマト図には70件のレビューがあり、批評家支持率は86%、平均点は10点満点で7.79点となっている。また、 メトクリティックには28件のレビューがあり、荷重平均値は70、100となっている。ありがとうございます。